赤堀史郎、赤堀史郎、赤堀史郎、1900年10月20日から1992年11月3日は日本の生科学者、生物有機学。訓導は訓位等。学位は理学博士、東北帝国大学、1931年。大阪大学名誉教授。日本学士院会員、大阪大学総長。 理科学研究所理事長などを歴任した。苦学しながら、醤油の香り成分の研究などで業績を残した。日本学士院会員、大阪大学総長、理科学研究所理事長を歴任し、訓意等を送られた。日本学士院、ドイツ自然科学、アカデミーレオポルディーナ、ソビエト連邦科学アカデミーなどの会員に選ばれている。また、 アメリカ製科学会名誉会員、静岡県小笠郡大統町名誉市民などの称号を贈られている。1900年、明治33年、静岡県小笠郡千浜村、現、掛川市千浜で小学校教師の赤堀秀夫と、妻、篠のの息子として生まれた。兄弟は多く家計は苦しかったが、父から鈴木梅太郎やキュリー夫妻の話を聞いて、育った。 母の営む養産業を手伝いながら、尋常小学校を1913年、大正2年に卒業した。上京して、おばの家に住みながら、大倉省の給仕として働き、やがて同省専売局の科学分析室に移った。働きながら、近常尋常中学校の夜間部に通ったが、おじ、沖玉五太郎の支援を受けて、同校の昼間部に移り、さらに、 千葉医学専門学校、現、千葉大学薬学科に進学した。1921年、大正10年に同校を卒業し、桃谷順天換に入社した。同社から、東京帝国大学、現、東京大学理学部講師の西沢雄七の助手として、派遣され、同年夏に西沢と共に、東北帝国大学、現、東北大学教授マ島俊之の研究室で、 研究を行った。翌年、赤堀本人の希望と西沢の勧めから東北帝国大学に入学。西沢の知人である味の元課長、高山義太郎の助けもあって味の元から奨学金を得ることができ、1924年、大正13年には、ま島研究室に配属された。研究室では、ま島の勧めで醤油の香り成分の抽出に取り組んだ。 この後もアミノ酸と糖の反応、赤堀反応を参照、イミダゾールに関する研究などを進め、1930年、昭和5年に、東北帝国大学理学部の講師に就任して、高祖の講義を受け持ち、同年11月に真島の名、岡田和子と結婚した。翌1931年には、理学博士の学位を取得し、長男も誕生している。論文の題は、 アミノサンボ指その誘導体に関する研究。1932年、昭和7年からヨーロッパに留学し、ベルリンでドイツ語を学んだ後、プラハのプラハドイツ大学で、高素科学を学んだ。また、プラハでは、三浦玉木の長長夫人を感激している。1934年、昭和9年からは、アメリカのコロンビア大学に渡り、ジョンノースロップの研究室で、 消化酵素の結晶化の研究を行った。翌年正月に帰国し、同年大阪帝国大学の助教授に就任している。1939年、昭和14年には、同大学理学部教授に承認した。太平洋戦争中は、ガスマスクの開発にも従事し、シアン化水素の吸収剤として、銅とキードを軽石にまぶして、ガスマスクに詰めた。戦後、 赤堀はこれが戦時協力に当たるかと思い、協理に帰って農業を営むことも考えた。しかし実際にはむしろ GHQ によって教員的核審査委員会の委員長に任命されている。この頃の教え子に大阪大学の総長となった山村雄一らがいる。この後、タンパク質を構成するアミノ酸の結合状態に関する研究により、 1955年、昭和30年に日本学士院賞を受賞した。1958年、昭和33年、大阪大学タンパク質研究所が創立されると、所長に就任した。1960年、昭和35年には、同大学総長となり、基礎工学部の設立や地里給料へのキャンパス移転に尽力した。 1965年にはそれまでの功績から文化勲章を受賞。また、1966年、昭和41年から1970年、昭和45年にかけては、理科学研究所の理事長を務めた。1975年、昭和50年、勲一等随法章を受賞。1983年、昭和58年に夫妻揃って、カトリックの洗礼を受けた。 1992年11月3日に、老衰のため92歳で逝去。東北帝国大学での研究では、醤油のエーテル抽出物を塩化台に水銀で処理することによって、硫黄を含むアミノ酸の結晶化に成功した。この反応ではメチオニンが発酵して、メチオノールが生成しており、香りの主成分は中間体のメチオナールであることを明らかにしている。 プラハでの研究では、ニシンの肝臓に含まれる、タンパク質、クルペインの中のプロリンについて、定量を行った。この結果、エールリッヒ試薬で定食するのが、プロリンではなくコラーゲのタンパク質、オキシプロリンであることを明らかにし、肝臓病の診断に役立てられた。また、戦後は、戦前から手がけていた、タカジアスターゼの研究を再開し、 成分の酵素である高アミラーゼ a の結晶化に成功した。さらにミオグロビンやインスリンの結晶化も行っている。また、ロケット燃料として、豊富に作られたヒドラジンを使って、タンパク質のシーマタンのアミノ酸を同定する方法を開発した。赤堀の名前の読み方であるが、出身地である千浜村、及びその周辺地域、小笠郡菊川町。 灰原郡初倉村、灰原郡金谷町、品郡島田町等では赤堀姓はよく見られる名字である。しかし、それらは赤堀と読むのが一般的であり、群馬県のように赤堀と呼称する例は皆無である。掛川市、旧千浜村の公式ウェブサイトでも赤堀と表記してる。しかし、文献などでは赤堀と振り仮名を振っている例が散見される。 これは、ドイツ留学時に名前を呼ばれる時に赤堀イコール、赤堀と発音され、それが、本人には赤鬼イコール赤鬼と聞こえ、それを嫌った四郎が赤堀表記にしたことに起因する。赤堀の故郷である大浜町、九泉浜村は、その業績を記念し1966年に、名誉市民の称号を送った。大浜町は、上等村と合併し、大東町となったが、 大東町も同名の称号を送っている。1991年には大東町、辰行浜小学校に赤堀の共像が建立されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。